物語を進めていく上で重要な位置を占める人々との会話。すいません。話しかけたい人に近づき、A ボタンを押すだけで行うことのできる会話だが、ここには細心の注意が払われている。ちょっといいかな。はい。ここに行きたいんだけど。敵何がいるんですか？どこだろう？従来のゲームにあるような、目の前に立たなければ会話ができないというようなことはない。現実世界で話しかけられるような距離であれば会話が成立する。相手が同じ返事ばかり繰り返す不自然さもここにはない。ごく自然な会話が用意されている。お主憲法をやっとるな。え、どうして？また会話はこちらが話しかけるだけというような一方的なものではない。相手からも話しかけてくる。イエス・ノー選択に答えることでプレイヤーの意思をゲームに反映させることもできる。その気がなければ話の途中で立ち去ることもできる。では参るぞ。話をする相手によっては身振りを交えて答えてくれる人もいる。場所を尋ねた場合はその方向を指し示してくれるのだ。同時にその方向が寮の視点で映し出されるので、進むべき道を容易に知ることができる。会話終了時には、教えられた方向を向いているので、そのまま前へ歩き出すだけで、迷うことなく示された道を進んでいける。会話のすべては、音声によって実現されている。文字を読む必要はない。語りかけてくる彼らの言葉に耳を傾けるだけでいい。妥協なく追求されたリアリティがそこに現実を作り出した。龍気楼に行きたいんですけど。え、案件楼かね。違いますよ、龍気楼です。案件楼か。おじいさん、違いますよ。分かっとるよ。待てよ、確か原点楼ならあっちじゃ。曲がり角では綺麗な曲線を描き滑らかに曲がっていく。障害物を前にすればぶつからないように自動的に歩みを緩める。人間に近いスムーズな動きが特別な操作なしに実現されている。方向ボタン上を押せば前進し、下を押せば振り返る。走りたければ L ボタンか R ボタンを押すだけでいいのだ。狭い道を駆け抜ける。階段を駆け上がる。人通りの多い道をすり抜ける。すべてが優しくユーザーフレンドリーに作られている。見たいものを見るためにいちいち立ち止まる必要はない。アナログ方向キーをそちらへ向ければいい。それだけで視点を動かすことができる。目印の看板を探し、ビルを見上げながら歩く。地面を見ながら落とし物を探す。ショーウィンドウを眺め歩く。誰もが思い通りに見たいものを見て行きたいところへ行ける。シェンムーでは人間はもちろん動物たちにもそれぞれの生活がある。あたかもその場に生きているかのような動物たちが現実感を高めている。ここは宮廷埠頭、鳩が集まる埠頭。ここには鳩が25羽。追いかければ逃げ、脅かせば飛び立つ。彼らも生きている。カモメ、猫、犬、アヒル、命を宿した様々な動物たち。さりげないこだわりが世界に彩りを添える。ヤギ、コウモリ、ヘビ、ネズミ、ニワトリ、そして魚に至るまで同様に生き生きと生活している。さて、あなたはどんな動物に出会うのだろうか。イベント、一言で言ってしまえばミニゲームだが、
それらはすべて現実に即したリアリティあふれるものとなっている。それ単体でも十分に楽しめる作り込まれた数々のイベントが至る所に散りばめられている。自分が挑戦するんで、上げるか下げるか声かけてくれればいいっす。わかった、お願いします。下だ。もうからかわないでくださいよ。もっと上だ。逆だ。よし、そこだ。これでいいっすね。ああ、そこだ。ああ、曲がってる。これじゃダメっすよ。また親方に叱られる。食事をするにも泊まるにも旅先ではお金が必要になる。情報量を要求されることもある。現実の世界ではお金は天から降ってくるものでも都合よく拾えるものでもない。新聞においてもこれは同様である。必要ならお金を稼ぐ機会はあるし、さらにはそれを増やす楽しみもあるのだ。兄ちゃん、いいがたいしてるじゃねえか。ちょいとバイトしてみるじゃねえか。え、俺ですか。なーに、兄ちゃんならすぐ片付くって。あいつと二人で積み荷を向こうに運んでほしいんだ。重くて一人じゃ運べねえし困ってたんだよ。金はちゃんと払うから、どうだい、やってくれねえか。わかりました。頼むぞ。兄ちゃんはあいつの指示に従ってくれ。よろしく頼むぜ。こちらこそ。よし、早速始めてくれ。真面目にやらねえとバイト料に響くからな。おい、木箱の反対側に回ってくれ。よし、こいつを運ぶぞ。はい。落とさねえようにしっかり持てよ。よっ、うん。なんだ。ギャンブル。いろいろな種類のギャンブルが用意されている。やり方を知らなくても心配ない。こと細かく説明してくれる。いや、これはダイスを捨てんだ。サイコロ3つの合計が10以下なら小、11以上はダイ、2個同じ目が出たらそいつ、3個同じならコツだ。小とダイは掛け金の2倍、そいつは3倍、こいつならドーンと30倍だ。どうだ、簡単だろ。一口10ドル以上だ。勝負するかい。ああ。よし、いくらかける。ここだ。よし、勝負。広大なエリア、膨大な登場人物。しかし心配するには及ばない。闇雲に聞き回る必要などない。必ず手がかりが示される。当たりをつけて辿っていけば目的に近づいていくはずだ。もちろん全ての人に話しかけるような遊び方もできる。さまざまな出来事が巻き起こるこの物語、もしかしたら自分が今何をしたらいいのか、目的を忘れてしまうことがあるかもしれない。そんな時も心配はいらない。寮の独り言、仲間や町の人々の行動、発言によって目的を確認できるような配慮がなされている。物語は行き詰まることなくスムーズに展開していくよう入念に考慮されているのだ。